皆さん、こんばんは。こんばんは。肉チョモランマでございます。今日は、本当どうしてもご報告したいことがありまして、ちょっと清掃してカメラを回させていただいております。ギャルとメイちゃんで肉チョモランマ。はい。まあ、これまでね、長いことね、いろんなことをそうですよ、ね、挑戦してきてですね、はい、まあ、走り抜いてきたんですけども、はい、この度ご報告したいなって大丈夫か、はい、ことがありまして、どうしてもね、まあ、今このタイミングで報告したいなと思って。今じゃないと絶対ダメなんです。今じゃないと思う。もうこれじゃなかったらもう、まあ、すいません。はい。いや本当にね、こんな動画を上げてしまって、不安にさせてしまっているかと思うんです。本当に申し訳ございません。申し訳ございません。急にね、スーツなんか起動したんだと、はい、タイトルも今もうどうなってるか分かりません。ちょっとカメラね、急遽回してる。緊急で回しているんで、タイトルもどうなってるか分かりませんが、ちょっと皆さんね、不安になられている方もいらっしゃるのかなと。はい。いうふうに思います、それでもご報告したいなって本当に思ってます。本当にすいません。本当にすいませんでした。すいませんでした。本当に思ってます。すいません、今ちょっとご報告動画中なんで、ちょっとだけマジックテープを伸ばすのだけは本当にいいですか。すいません、今ご報告なんで。すいません。それでですね、はい、まあ肉チョモランマ、はい、まあ、4年以上ですか。もう4年以上、まあ、あっという間でしたね。そうですね、あっという間でした、コロナもあったりいろんな大変な時期がありましたけども、こうしてご報告することができます。今回のご報告はですね、肉チョモランマ初のワンマンライブ開催決定。用意したら分かった。よいしょ。ワンマンライブ開催決定でございます。ありがとうございます。ワンマンライブのタイトルを発表したいと思います。みーちゃんお願いします。はい。すみかっこ神回肉チョモランマが初ワンマンやったらピュアアリーナ2デイズでワンマン。皆様、ピュアアリーナ2デイズでワンマン。ということはですね、はい、ちょっとごめんなさい。はい。立っていいですか。なんですか。味ね。ちょっと立ちましょう。ちょっとカメラ直しつつ、ご報告できてよかったです。皆さんに無事、はい、だってネクタイがもう水玉だもん。しかもこう俺だよ。その前のネクタイちょっと山ちゃん撮って、ご報告動画だからビシッとしたね、ちゃんとこうあのスーツで言ったらエンジのなんか水玉かわいいので来ちゃって、まあいいんだけどね、スーツはスーツだから。こっちの方が良かったと思いますね。なんでそんなん言うの。俺がそんな貸してんの。で靴下なんか茶色くて。俺ベルトと革靴忘れてる。
ですけど。ということで、ニクソムランマー、何度かね、ワンマンライブやろうと思ったことがありました。でもコロナでね、できなかったんですが、やっとコロナが落ち着いたんで、ライブをすることになりました。しかも 2days、場所は先ほどもタイトルで言いましたが、ピアアリーナ MM でございます。あ、そうなんですか。そのトワイスじゃない。違う。違うんじゃないの。違います。ティーンティーン、それでティーンティーンがまた違う。あ、トワイス、そう、ティーンティーン。話まとめていきますと、2days なんで、はい、2日間あるんですが、両方ともちょっと趣を変えてですね、やっていきたいと。 Day 1はですね、2023年11月3日金曜日祝日でございます。はい、その名もゲロとメイちゃんの2番ライブです。初めてですね。ツーマン、新たにメイとかやってるし、そうですね、チャンギョサミットとかやって、まあ、同じライブステージだったりとか当たり前なんですけど、ツーマン初めてですね。なのでちょっと、この日はツーマンライブ、そしてツーデイズ目がメイちゃん、お願いします。はい、11月4日土曜日でございます。肉チョモンカーニバル、よかったね。ということはこちらですね、なんかこうライブとは違いますね。なんかファンミーティング的な。そうだね。でしょうか。なんかゲストがたくさん来てくれて、もちろん歌もやるんだけど、肉チョモらしさ全開のイベントにしたいと。そうですね。そしてゲストが来ると。はい、ゲスト行っちゃって、1人目、あよっ、アゲイ、アゲちゃん、やっぱり肉チョモといえばアゲちゃん。続きまして、あよっ、アラクセン、これ、アラクセン、ありがとう、アラクセン、ありがとう。3人目、あよっ、京一郎です。京一郎ちゃん、京一郎ちゃんよ。もうね、肉チョモ初めてずっとお世話になってるね。先輩 YouTuber ですから。名前を止められた。そうですね。よかった、本当に。あいつを無視してよかった。よかった、よかった、うん、本当に。4人目、はい、シャックさんでございます。シャック、シャック、シャック元気か。師匠ね。師匠。歌の師匠。はい。ピアニーノですよ、師匠と一緒に。いやー、ちょっと感慨深いですね。ちょっとエモいですよね、これね。考えたらいいんじゃないですか。そして、ちょっと5人目。あ、これは今回言いましょうか。5人目は、脱足さん。会場で立てるっていうのは嬉しいですね。はい、そして最後がピコさんでございます。コックリちゃんでございます。ゲストは以上でございます。はい、このメンバーで、ね、まあいろんなことを歌ももちろんやるし、いろんなね、なんかコーナーの対決とかあるのかな、わかんないですけど、ね、楽しみにしていただければと思います。はいはい、じゃあチケット情報いきましょうか。そうですね、チケット情報は指定席、7500円となっております。はい、ちょっと高いけどピアアリーナなんで、これぐらい取らないと私たちですね、もう引退せざるを得なくなるんです。それにしても高いですね。違うのよ、本当なの。これみんな本当なの。マジでこれぐらいだね。マジで我々やばいの。ね、普通に儲けたいとかね、これぐらいが普通なんだって。やばいの。まだまだ儲けたいくせに。ここにちょっとはそうだよ。ただ2日間投資券っていうのはございます。はいはい、2日間ね、投資で買ってくれたら1万5000円でね、ちょっと安くなりますよという券なんですね。あ、なってないわ。7500円、これ何じゃあ、ちょっと戻して。特典がつくんだよ。スペシャル特典言ってあげるじゃん。めちゃくちゃすごいもらえますよ。え、何？マジ？マジですげえもの。何やろ？安くはならないけど。うわ、すごい。何やろ？マグカップ。マグカップかい。どの家にもある。でも特製の。そうです、肉腸もの。肉腸の特製のマグカップがつきますんで、ぜひです。まあそこでしか買えないんでね。はい。非売品でございますから、ぜひともゲットしていただければ。思っております。はい、チケットオフィシャル選考はですね、楽天チケットさんで、受付期間は本日8月13日日曜日の19時から。だからもうこの時間あった時からもうスタートしてるんです。スタートしてる、急げ、もう今からもう急いでいって、急げ、もう、はい、8月27日の、日曜日ですね、8月27日日曜日の23時59分まで受付でございます。もちろん抽選でございます。抽選なんで、だからまあ、はい、急がなくてもいっちゃいいんですけど、私抽選だから急がなくていいや、また後日お給料入ってから申し込んじゃおうって忘れちゃう人なんかめっちゃ多いです。そうです、ね、もうめちゃくちゃ多いんで、早め早めに申し込んでいただけると。登録発表はめいちゃん。登録発表が9月1日金曜日の18時でございます。9月1日、はい、1で覚えておいてくださいね。一人一人こう抽選してくださいとか言うんですか。席やってみる。何1万人ぐらい入る。1万人、2万回やる。2万回。山本うまいか。ということで、こういった内容でお届けします肉チョモランマー初のワンマンライブ、ピアリーナ2万、2days? 2days で笑った？あれ違う、神回
肉チョモランバーソロワンマンやったら、はい、ピアーリーナ 2days で終わることってこれ誰か決めたやったっけ。リクルさんです。あ、俺やと。ごめん。ごめんごめん。まあでも本当にね、あの我々全力で、今まで4年間培った、この2人の技術を持ってですね、皆さんを楽しみたいと、楽しめたいと思います。皆さんもぜひ遊びに来て、肉チョモランバーのこの世界を味わっていただければと。そうですね。どうしますか、これで3分の1しか奪ってなかった。いいですね。狭い、なんか俺も暗いな。みんな真顔で見てて、真顔でマックかかってた。めっちゃかかって2階席とか3階席全部あったので、ぜひ遊びに来ていただきたい。この動画もね、たくさんシェアしていただいて、ぜひね、チケット応募していただければと思います。共有開いて3番目、LINE3 番目にいる人は好きな人かもよ。好きな人だよ。かわいくてごめん。これが終わっていいんじゃないかな。今ので落ちた。今のでボーンなって、チケットの受付、ザイーン。いやいやいや、マジで俺は儲かりますね、そしたら。やめようよ。それがそんな儲かんないよ。今ってライブそんな儲かんないわけ。マジかよ。ステージとかも今打ち合わせしてるんですけど、ステージとかも結構なんかすごい、ちょっとサプライズな感じしようかなと思って。だからフラットでしょ、フルフラット普通に。いやもうそれだったら儲かる、儲かる。でもいろいろやるから儲かんない。だからいろいろ皆さんがね、楽しんでいただくためにいろいろ詰め込もうと思っていますんで、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、重ねてになりますけど、ぜひとも皆さん、たくさんご応募お待ちしております。リクチョモランバーのご報告でございました。ありがとうございました。バンバンバン、最初にクラッカー鳴らしまくったけど、はい、バズーカ忘れてたんです。俺がじゃあ掛け声出すから、あっちのカメラに向かって言うと、肉チョモランバー、初ワンマンライブ 2days も成功を祈って、めいちゃんロケットランチャーお願いします。